松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。メリークリスマス。松尾チャンネル135回目。今日は12月25日ですからね、まあ、クリスマスの日にお届け申し上げます。まあ、今日一日ね、振り返ってみますと本当に静かな一日だったなと思いますね。まあ、相変わらずあの日経平均はですね、小幅に調整する動きっていうのが続いておりましてですね、まあ、これはもうあのクリスマスですからね、外国人投資家の皆さんね、いないんですね、いないし、まあ、やっぱりあの年内、節税対策の売りとかね、国内の個人投資家の皆さんもね、そんな処理に追われている状態の中での推移でございますんで、まあ致し方ないところですね。為替もほとんど動きがありませんのでね、株式相場も静かにね、いよいよね、討美の一心に向かうかどうかっていうのは、まあ明日以降、明日までね、ちょっとこうまだ売りが出やすいんですけれども、まあ、27日の金曜日、それから30日の大納会、このあたりに向けてのですね、少しね、またこう元気よくなってくればいいかなっていうような期待を込めて動いてるなというところですね。まあ、その日経平均ちょっと小幅は安いなんですけども、マザーズとか、まあ、ジャスダックの指数を見ますと小幅しっかりなんですね。やはりあの二律背反といいますか、やっぱり主力銘柄がちょっとお休み、まあ、その中で、中小型銘柄が動きがあるというような流れが見られますね。今年1年ね、なかなかね上がってこなかったマザーズ指数、まあ、これがあの底値をねずっと続けながら、まあ徐々に徐々にまたね上値を追っていくんじゃないかっていう、少しね期待を込めながら年末を迎えようとしているというところですね。今年のね1年振り返ってみますと、ソフトバンクグループ9984がですね、非常にあの乱高下といいますかね、調整が、まあ、前半は良かったんです。前半高で後半、まあ、調整が入ったということで、まあ、そこでその後少し戻り歩調ということで、まあまあ、ソフトバンクグループに対してね、いろいろネガティブキャンペーンみたいなね、話がございました。まあ、それでね、実はこの松尾チャンネルのね、閲覧数も一時ね、2万4000回を超えるみたいなね、そんなこともあったんですね。思い出されますとそういうことです。ウィーワーク問題、ウーバーとかね、オヨーとかいろいろね、投資先の問題があって、まあ、なかなかね、評価が上がってこなかったと。まあ、ネガティブな要因、それから一方ではポジティブなライブ、LINE とね、ヤフーの提携とかね、統合とかね、まあ、そんな流れの中で、ソフトバンクグループが、この年末を迎えようとしていると、まあ、少し戻り包丁、まあ、ここから先3000円突っ込むんじゃないかという意見と、まあ、6000円以上にまた、ね、上がっていくんじゃないかという意見が、まあ、戦っているという状況ですね。もう一つ、創薬ベンチャーのサンバイオ4592が今年のね前半、まあ、大変な値下がりをしましてね、1万2000台から2400円台まで株価が大きく下落したと、まあ、これがあのマザーズ指数を大きく下げたと要因なんですね。で、一旦まあ4000円ぐらいまで戻りましたけども、また本日あたりですね、2500円割れという展開があってですね、またちょっと少しで今日あたり戻ってきたというところですね。まあ、その創薬ベンチャー、まあ、脳梗塞の治療薬、これで話題を集めたサンバイオ、またね、来年もどういう動きするか、まあ、この創薬ベンチャー次第でね、マザーズ指数動きますんでね、まあ、引き続き注目いただきたいと。まあ、マザーズはね、もう一つはね、流れとしては IPO 銘柄がね、いっぱいいっぱい出てくるわけですね。今月も22銘柄が出てまいりまして、いよいよね、あと残すところ、明日のスポーツフィールド、まあ、スポーツ人材の採用支援やってるっていうような会社なんですね。今日あたり出てきた AI インサイド4488も、WDB ココ7079も初日が値がつかなかったと。まあ、やっぱりね、IPO にホットなマネーが集まってるなっていう、まあ、そんな状況なんですね。まあ、そんな状況の中で、いよいよ明日最後の銘柄を迎えると。まあ、22銘柄、おしなべてね、まあまあ、堅調に推移は初値ついたりしてるんですね。まあ、そういうあのホットマネーがうごめいている、まあ、IPO 市場ということですね。そんな流れの中でですね、私たち1年振り返りますと、いろんな会社訪問させていただきました。実は昨日ですね、岐阜のですね、神話というね、足場の会社ございますね。これについてね、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、まあ、こう非常に堅実な会社なんですね。で、それで岐阜の本社を訪ねまして、工場がね、大体本社から5、6分のところにね、ございまして、土倉工場、まあ、東京ドーム1個分のね、広さの、まあ、かなり大きな工場、足を運んでですね、まあ、現場をね、生産現場を見てまいりました。まあ、結局、パイプの切断だとか、ロボット溶接の現場、
これを拝見させていただいてですね、そこに見出せるノウハウですね、製造ノウハウ、ものづくりの会社ということを言ってるわけですね、この会社は。で、第一工場から第三工場まで全て足を運んでですね、現場を見てきたというのが昨日です。まあ、この詳細についてはね、またこの開放誌を我々出してるんですけども、その中で、ご紹介したいと思ってるんですけども、なかなかね、堅実な会社でございまして、まあ、オリンピック以降足場需要どうなるとかね、いろいろ関心はあるんですけども、地方でこれから建設ニーズが高まると、それから、逆に今までちょっと資材コストが上がってたんですけども、それが少し沈静化してくるということで、まあ、中長期的に見て業績が向上してくるということの期待がですね、今後高まってくるんじゃないかと。で、この会社は1150円という、ね、値段で、初値ついたあと800円台までね、900円割れまで調整が入ったんですね。その後にじわじわと上がって1100円台というところまで戻ってきているというところなんですね。非常にこう IR に熱心ということで、非常に今回もですね、ご担当の丹羽執行役、それから青木様ですね、非常に、ご対応しっかりいただきましてですね、見学をさせていただいた次第ですね。本当に工場の中ではですね、製造本部の安田様とですね、いろいろ会話させていただいてですね、本当に丁寧にご対応いただきました。もう工場入って驚いたのは、この見学者に対して非常に現場で仕事している人が丁寧にご挨拶されるんですね。一人一人がですね、しっかりとこう対応されるという姿が感じられまして、ますますね、ちょっとこう気になる銘柄になってきたなと思いますね。特にこれから中国で、非常にこうビジネス拡大をしようというね、流れがございまして、まあ、これからですね、ちょっと期待できるんじゃないかというところで、今回ね、見学の感想として持たせていただいた次第です。ぜひね、来年に向けてこの神話をね、ご注目いただければと思うんですね。それから一方でですね、同じ金属加工の会社にもかかわらずですね、全く低たらくしている会社がございまして、コード3440日装プロニティ、今日801円の安値引けということでね、何してんだって本当思うぐらい、低たらくしてましてですね、神話が非常に堅実にこう動きが出てきているのに対して、日装プロニティちょっと元気ない。PR で5倍台ですからね、何やってんだろうと思うんですね。どこが違うんだろうと、この2社ね、明確にはなかなか分からないんですけども、おぼろげながらに私は感じるところはですね、 IR への取り組みの違いだろうと思うんですね。はっきり言ってやっぱり IR しっかりやってる会社はですね、評価も上がってくるわけです。ところが IR や、上場し、当初2部にこのニッソープロニティ上場してるんですけどもね、この間上場したばかりなんですけども、一切説明会をやってないということなんで、ぜひねやってほしいと、もう担当の役員の方に、この松尾チャンネルを通じてお願いしたいなということを考えている次第ですね。投資家の皆さんもね、株主の皆さんも、そろそろね、声を上げてね、この会社にね、ちゃんと IR やってくださいというね、お願いをしていただきたいぐらいに、私は感じている次第なんですね。でもバリエーション上、非常に安いということで、引き続きね、こういった株も来年に向けてまた松尾チャンネルで取り上げていきたいというふうに考えている次第ですね。このほかなかなか一方で堅調な銘柄とあんまり元気のない銘柄って、先ほどの2つの銘柄と同じようにね、さまざまにございますんでね、引き続きね、例えばアクセルは非常に良かったりね、株価動きがしっかりしていると。それからウエスコもね、今日500円ということでね、ウエスコ6091、これはもう会長のね、お箱銘柄ということで、今日も21万株もできてますんでね、出来高を伴ってしっかりしているということで、来年に向けて自然災害対応関連、このあたりもね、ぜひご注目いただきたいと思うんですね。それから配当取りで明日いよいよ配当値のズーム6694がですね、ちょっと下の方でね、推移してますけども、先般の IR フェア、野村 IR フェアもなかなかしっかりね、説明もされてました。社長もなかなかね、気さくでいい方ですのでね、こうビジネスに対するチャレンジングな精神もね、しっかりお持ちになってますんで、ぜひまた来年に向けてね、注目いただきたい。それからクロス4ね、引き続き、戻り売りがちょっと溜まってますけども、下値ではだんだんまた買いが入ってきてますんでね、明日までのこう売りを消化して、
いよいよ27日30日大納会を迎えて来年に向けて新製品が出てくる局面でどう評価されるか、本当にね、また引き続き楽しみなんですね。そんな流れの中で個別の銘柄いろんな銘柄動いてます。私どもこの松尾チャンネルいろんな企業訪問また来年もねしていきたいと思ってますし、まだ出遅れてるこの他の銘柄、例えばリンクバル6046だとかね、こういった銘柄もですね、きっとね投資チャンスがあると思うんです。なかなかね上値が重い状況が見られますけども、年末年始のこの動きをですね、引き続き皆さんのためにね、注目いただきたいというふうに考えてるんですね。まあリブワークとか玉川ホールディングス、アドソル、今年も本当にね、IR 的にしっかりやられた会社が株価が非常に堅調だったというね印象も残っておりまして、まあそんな状況の中で、皆さんとともに大納会を迎えるというところでございます。本日はですねこの後ですね、演奏会、この株の同好会の演奏会の会長の方からですね年末のご挨拶、それから皆さんにですねぜひこの会にご加入いただきたいとかいうそういうご挨拶をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですねこれから演奏会の山崎会長にご挨拶をねお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは。1年間会員の皆さん、それから法人の皆さん方に大変お世話になりました。1年でございました。会員の、ほとんどの方が今年は成果ありという嬉しい報告もいただいておりますので、まあ、充実した1年がここで収束できると思いますので、いろいろありがとうございました。思い返しますとこの演奏会っていうのは5年ほど前に、松尾アナリストをお迎えして、株式の、好きな人間が集まって同好会を開こうじゃないかということで、演奏会、ご縁を作る演奏会から、お金を作る縁、演奏会を発足した次第でございます。開放誌もですねもう300号が、難々としております。いろんな情報を松尾アナリストから発信していただいております。で、演奏会が共有している銘柄を集約いたしますと、まず松尾アナリストが、企業訪問を、基本としております。で、必ず本社を訪ねて社長に会って従業員の顔を見て製品を見て工場の製造過程を判断して、でそこから、広がっていく、マーケットを想像しながら我々の方に、銘柄を推奨していただいているわけでございまして、で時間が少しかかりますけれども必ず、その銘柄と添い寝をしていきますと、向こうが、起き上がってきて近寄ってきて大きな成果が生まれてくるっていうのが一つの流れになっております。今我々が思い起こしますと、熊本に白田機構というところを訪ねました。いい会社なのに財務もしっかりしていい会社なんだよということで松尾アナリストが常々言っておりましたけれども、とにかく600円から全く動かない、じゃあ一度、会社訪問してみましょうということに行きましたら、すんごいもう想像を絶するような大きな工場でございまして、ここで、アメリカの車を作ったりヨーロッパの車を作ったりする、根幹を成している、企業だと、日本の日産だホンダはなんと相手にしてない、世界は相手にしてる企業なんだということが、感じまして、じゃあそれを発信したらどうですかと、 IR が足りないからですよと。で、 IR 担当というのは社長の次に会社を知っている人間がやらなきゃダメですよと。誰が IR やってるんですか。いや、総務課長がやっています。これだけの大きな企業体を司っているところが総務課長が世界に発信しているんですか。それはおかしいですよと再三申し上げました。そうしましたら、数ヶ月後、取締役がここに訪ねてくれまして、私が IR 担当することになりました。改めてお願いします。まあ、それが引き金になったかどうか分かりませんけれども、あれやあるよという間に、600円が1万4000円になってしまった。まあ、我々の力ではございませんけれども、そんな大きな出来事が一つございました。で、熊本はついてる、熊本はついてるっていうことで、他にもっと熊本にいい企業はないの、いや、まあ
まだメジャーではないけれども、福岡の証券取引所で、公開しているリブワークという会社、SK ホームという会社があると、ここも面白いから行ってみましょうか、行ってまいりました。なるほど、会社そのものは小さかったんですけれどね、社長の考え方が面白いということで、その社長と何回も何回も接触していきましたら、これも2年ほどかかりましたけども1000円が、先般5000円になりましたということで、まあじゃあ田舎ばかり回ってるのか、いやそうでもなくて、アドソル日清という品川にあります大きなシステム会社がありますけど、でそこも、松尾さんがかれこれもう10年近く対応している企業なんですが、通算でいきますと最初から10年前から買っていますと多分7倍ぐらいになっているのかないのかなっていうような形になっております。っていう具合に、演奏会銘柄といいますのは、まずアナリストが訪問をして会社の中身をじっくり吟味して、で我々にリアルな形で報告していただいております。でそれを1週間に一遍演奏会通信という開放誌で流していただきますので、本当に身近な会社の動きがつかみながら、投資を楽しめる、そのような銘柄をみんなで楽しんでいるのが演奏会でございます。でおかげさまで、株式投資だけを楽しんでいる仲間から、銘柄さんの上場企業さんの会社が参加してくれるようになりました。で従いまして、今は株式投資をしながらその会社の社長さんと直に話をしながらその会社の成長を一緒に楽しんでいく、そういう形になってきまして、株式投資の円を作る会社円相会から再び、円作りの企業と投資家と身近な円作りの、形に今成長してきているのが我々の、演奏会でございます。どうぞ皆さん一人で、株式投資をしていますと株式投資は山あり谷とかいろいろ悩み事も多いんですけれども、仲間がおりますと、仲間でそれを解消していって、悩みが、楽しみに消化していく。で身近なところには必ずアナリストがいてファンドマネージャーがいて一緒に、研究してくれてますので、どうぞ我々の会いつでもご入会できますので、ご参加いただけますことをお願いいたします。来年はもっといい年になりますようにみんなで研鑽してまいりますので、引き続き演奏会のご支持をよろしくお願いしたいと思います。今日は、ね、ありがとうございました。本日はね、松尾チャンネル特別バージョン最後のね、2019年最後の、収録でございますんで、このような形で会長にもご挨拶をさせていただきました。本当に今日ありがとうございました。また来年も日頃ご指導ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。